ユニオンジャックにおける赤と白の部分が舞台で、青い部分に選手たち。外周には左側通行の矢印が書かれ、自動車やバイク、自転車などによるアーティストの入り退場もあった。2012年ロンドンオリンピックの閉会式では、2012年8月12日午後9時から翌午前0時11分までロンドンのオリンピックスタジアムで挙行された。 ロンドンオリンピックの閉会式について記す。全体のテーマは、A Symphony of British Music。総合演出は、キム・ギャビンが担当。本番3日前の8月9日には、非公開で、リハーサルが行われた。ラッシュはワーゴット・セーブ・ザ・クイーン・ストリート・パーティー、ワーテル・ロー・サンセット・パレード・オブ・アスリッツ、ヒア・カムズ・ザ・サン、A Symphony of British Music The r 2。 リオエンブレースクロージングオブザゲームズフィナーレ、オード系ビッグベンのカウントダウンで開始された。ダミアン・ハーストがデザインしたユニオンジャック型の舞台には、英字の新聞でラッピングされた観覧車のロンドンアイの模型が中心部に鎮座。その他、バターンシー発電所、セントポール大聖堂、ビッグベン、タワーブリッジといったロンドンのランドマークの同様の模型も置かれていた。まず、 それらを背景に朝のラッシュアワーをイメージしたダンスパフォーマンスが繰り広げられた。そして午後9時8分頃には俳優のティモシー・スポールが演じるウィンストン・チャーチルがビッグ・ベンの上で演説をするパフォーマンスもあった。その後、各国選手が一斉に入場し舞台下で見学。多数のアーティストによるライブが行われた。その合間には 男子マラソンの表彰式とボランティアスタッフ代表6名への花束贈呈が相次いで行われた。日付の変わる直前に聖火台付近から花火が上がり、聖火がゆっくりと消灯した。今度は大きな花火がスタジアムに上がり幕を閉じた。音楽監督はデビッド・アーノルドが務め、自身も出演した。多くのミュージシャンが生演奏をしたが、一部は録音であった。 備考欄の時間は、ローカーグの PDF 資料掲載の予定であり、本番では異なった可能性もある。オリンピック検証に従い、ギリシャ国旗形容とギリシャ国家水槽、そしてオリンピック機構能と退場に合わせ、ロンドンウェルシュ男性合唱団とロンドンウェルシュラグビークラブ合唱団によるオリンピック参加が保証された。後に、五輪機がロンドン市長、ボリス・ジョンソンから、 IOC のジャックロゲ会長に、そしてリオデジャネイロ市長のエドアルド・パイスに手渡される、フラッグハンドオーバーセレモニーが行われ、その後、ブラジル国旗形容及び国家水槽の地、8分間の紹介演技が行われ、終盤にペレが登場した。セバスチャンコー五輪組織委員会長の挨拶、ロゲ IOC 会長が閉会を宣言した。開会式で立ち上がった聖火台が、 元の姿に戻っていく。付近には一輪の赤いフェニックスのオブジェが上がっている。さらに、それに似た別のフェニックスのオブジェに乗ったバレリーナのダーシー・バッセルがワイヤーアクションで降りてくる。パフォーマーたちと共に舞い、聖火の周りに集まると、聖火は徐々に消灯していった。日付が変わった、翌日の13日午前0時1分頃、完全に消灯された。 ありがとうございます。